2年前、義兄嫁が顔にヒアルロン酸注射をしてると知って、義兄は怒った。整形じゃないか。気持ち悪い、やめろ。って、義兄嫁は、もうやめる。って言ってたんだけど、先月、実はやめてなかったことが判明。義兄は、やめろって言ったのに、嘘までついて続けてたのか。と怒って、義兄嫁は、ヒアル注射なんて、ただのアンチエイジングよ。怒らなくてもいいでしょ。と言い返した。で、どっちも、後に引かず、離婚するとかしないとか、そんな話にまでなってしまったらしい。ここまでなら、夫婦間のことは夫婦で。で済むんだが、問題は、義兄嫁が、私を味方につけようとしてくること。今まで、冠婚葬祭くらいしか、交流がなかったのに、いきなり、ヒアル注射が整形だなんて大げさ。化粧水や美容液で、手入れするのと同じよね。みたいな内容が、LINE で長文で送られてきたので、曖昧に、そういう考え方もありますね。と返したら、すぐにまた、長文の LINE が来た。長すぎて、1回じゃ送れなかったみたいで、2回に分けて送ってきた。内容をまとめると、この考え方が正しい。ヒアル注射は超最高。アンチエイジング革命だよ。私さんも、一度やってみるとわかるよ。以下、ヒアル注射の素晴らしさと効能について。私は、義兄嫁がヒアル注射してることも。以前に、義兄夫婦が、ヒアル注射のことで揉めたことも知らなかったので。いきなりのヒアル不況に、どう反応していいかわからなかった。夫に相談したら、夫が義兄に電話して、離婚問題が勃発してることを知った。その間にも、義兄嫁から、ヒアル注射の素晴らしさ、あなたも分かったでしょ？ぜひやってみてね。みたいな LINE が来てたので、買ったはいいものの、使いどころに困っていた、踊る猫のスタンプを返しておいた。義兄嫁はめげずに、ヒアル最高。と、LINE を送ってくるので、スタンプの新規購入を検討中。